皆様、お疲れちゃんぐんそくです。フラワーアーティストしゅんです。今回の動画は月刊フローレスト4月号の How to do 画と連動しております。今回のテーマは入学にね、贈るお祝いのお花ですね。今回はそう、桜をね、使っていきたいと思います。ではですね、早速行ってみたいと思います。どうぞ。チャンネル登録まずいかはい、では始めていきます。今回はこういうね、こう鉄でできたこうボールみたいなものをこうわざとこう錆びさせてある器ですね。この器を使って桜というか、まあお祝いのね、お花を生けていきたいと思います。ただまあ品のいい入学式ということで、タングイの器って例えばここまでびっちりフォームを入れない限り、あの浮いちゃうっていうか、こうグラグラしますよね、フローラルフォームが。だからフィックスとかそういうのをつけてこう貼り付ければいいんでカットします。でまあここをね使うんですよね。こういうふうに枝をね、見えますか、枝をこういうふうに入れて突っ張り棒みたいなのを作ってみますで結構こうランダムに、ね、入れていきましょうかね。それかまあ入れる花によるけど、今回入れるかな。だいたいこんな風にお花が入るんじゃないかなっていうのを予測しながらやっていくわけです。 OK。 まっすぐやん、 OK。 あ、こんな風に入れてみました。結構入れました。これで多分だいぶ止まるんじゃないかと思います。では行ってみましょう。はい、では始めていきます。まずね、この中にもう今水をね入れました。それで、これからクリスマスローズをね入れていきますけど、これをね1本ずつ例えばこうやって入れていくとこう倒れちゃうんですよね。どうしてもこれは倒れます。なのでこれはもう数本っていうか束ねて、きれいに束ねます。まず